ははいこんにちはトールですベルギーで週休3日制が導入されたっていう情報が入ってきてええー、と思ってあのてっきりねあのびっくりしたんですけどてっきりあのなんだろう教育とかそういう教育にそう国がお金をかけたりとか企業に支援したりとかそういうことをすることで一人当たりの労働時間を増やす要するに企業がたくさん人を雇うようにこう、えー、ど 導導入導入じゃないわ、えー、そういう意欲を持たせるというのが表現がわからないんですけど、えー、それで人を増やすことで1人当たりの労働時間を減らしてその週休3日を実現しているということなのかなと思ったんですけどそうではなくて労働時間が増えちゃうと。週92日の時と同じ労働時間で 3日3日間休みになるっていう、えー、情報やったんで、のはちょっと複雑だなと思って <laughs> あの、それだったら一緒かなという気持ちはないではないんですけど、まあ、まあ結局はね、有給でそれだったら調整したらいいんじゃないかなっていうのもあるんですがベルギーの国に有給制度があるんかどうかはそこは、ね、ちょっと調べてないんですけどね。えー、もうやるんだったら私のさっき言ったように、ね、日本でもあの人を増やして休みを増やすっていうのは、 いいいんじゃないかなかとその代わり給料がねどうなのかなんか調べてみるとベルギーの場合は同じ給料らしいんですけど、うん、それだったらいいんじゃないかなとは思うんですけどまあ、結局ねそれだったらあその方がいいんか有給使わなくていいから制度として週休3日になるわけだから有給は使わなくていい,、うん、い,いんじゃないまあ、それも有給の 偽さいた人なんですけど <laughs>、難しいところはですね。まあ、とりあえず、魅力的だなとは思ったんですけどね。なかなか、蓋を開けてみれば、あの、どうなのかなって、まあ、なかなか難しいところであるんですが、実質ね、生きていくにはお金が要りますから、今後どうなっていくのかね、ちょっと見ていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバーイ。